はい、バンカー小島です。ですね、今日は武器術講座なんですけれども、いつもとちょっと違って隠し武器の中から吹き矢の方作り方をちょっと皆さんに紹介しようと思います。で、鹿児島で忍者講習するときは、手裏剣打ち刺して、この吹き矢を刺して刀を刺して、で時間があったら文化説明とか歴史説明、あと柔術格闘術ですねの説明とかしたりとかしてるんですけれども、この吹き矢に関してはただ吹き矢を作ってみようやってみようじゃなくて、身近にある道具を使っていかに武器が作れるか、危険なものが作れるかっていうのを皆さんに体験していただく、学んでいただくっていうカリキュラムで吹き矢の制作をさせてます。で、今回こっちでもやってることなんですけれども、吹き矢の制作に関しては、吹き矢の筒に関してはこれですね、ちょっと今これ色塗ってるんで分かりづらいかと思うんですけれども、こっちが色を塗ってない状態、なんか分かりますかね。建材店に行くとよく分かると思います。これ水道管です。プラスチックの水道管、非常に加工がしやすいです。長さ的には今これ50センチぐらいですかね、50センチぐらいの筒にこういったのもやっぱ水道管口ついてますんで、これをセットして吹き矢をやらせるっていうことをやってます。実際吹き矢だったら正確に狙いをつけるんだったら、1メートルぐらいの長さは必要っていう話ですよね。戦国時代だいたい2メートルぐらいの吹き矢を城の中から撃ってたっていう話も聞いています。はい、それでは吹き矢の矢を作っていきます。用意する道具は、これ見えるかな、こうやってどこでもありますね、コピー用紙、用紙と、これ竹串です。ちょっと見づらいな、よっと竹串ですね。あとセロテープ、これだけあれば吹き矢の矢を作ることができます。ちょっと先にセロテープを切ってちょっと準備しておきますね。まずはこのコピー用紙、A4 を今4等分折り曲げて4等分4分の1にしてあってです。これもだいたいこの角を先っちょに来る感じで円錐状に丸めていきます。でこの時に丸める時は穴が開かないように完全に塞がった状態になるような形で丸めていってください。見えるかな、こんな形で先っちょは穴が開かないように丸めていきます。でまずセロテープでちょっと留めてしまいますね。もうちょっと細い方がいいかな。こんな感じで、こんな感じで。まず留めちゃいます。セロテープで留めました。留めたら、吹き矢の矢筒にする。今これ水道管つけてますけどね、矢筒にする細い筒にまず差し込みましょう。軽くポン、ちょこんと置く感じ、ちょこっと置きたら、これ今出てる部分ですね、出てる部分が不要なんで、だいたい目検討でつけて取ってしまいます。で出てた部分をハサミで切ってしまいますね。穴を開けて、これで筒
に入り込みますね。ちょっと大きいかな。ちょっと大きいようなんで、もう少しカットしてみます。本当はギリギリがいいんですけどね。ギリギリでカットして、カットしました。カットしたら次は竹串です。こんな長い竹串はいらないんで、先っちょの部分だけこれぐらいあればいいかな。もう手で折ってしまいます。折りました。折ったら先の部分をこの竹串の直径と同じくらい、それよりちょっと小さいぐらいかな、先をカットしますね。穴が開くような感じで先をカットします。竹串を反対方向、筒の方、広い方から入れて、さっき折った串、これを使って先に移動させていきます。見えますかね。おとととととと、移動させて針を出します。こんな感じ、ギュ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 とちょっと出しましょうか。ここまで出したらまたセロテープで紙の筒の部分と竹串をくっつけるような感じで、わかりますかね、こういった感じで貼り付けてしまいます。できるだけ風の抵抗を受けない形でしっかり巻いた方がいいですね。はい、たったこれだけで吹き矢の矢の完成です。ではさっきの矢を実写してみますね。意外と威力がありますよね。はい、ということですね。吹き矢の矢の作り方、皆様に見ていただきました。どうでしょう、本当に身近なもので非常に危険なものが作れます。今回ね、一般やっぱり作るために竹串、先針に関しては竹串を使ったんですけれども、もし子どもたちにやらせる場合は竹串は非常に危ないんで、あまりお勧めいたしません。やるんであれば木の爪楊枝、こっちだとまだ硬いものに当たったりとか肌に当たってもまだこっちが潰れる確率高くなりますんで、なるべく竹串は使わないで爪楊枝を使わせるようにしてください。あと的に何か刺したいっていう場合はやっぱりこういった硬い板とかじゃなくて、これ建材店で売ってます。この青い部分ですね、青い部分、スタイロボードって言います。これ手裏剣打ちさせる時もゴム手裏剣とか鉄手裏剣、硬いものに当てたりとかすると跳ね返ったりとか周りに飛んでいった時危ないので、なるべく柔らかいものをスタイロボードを的にして投げさせてます。吹き矢に関してもこういった建材店で売ってる断熱材でいいのかな、スタイロボードっていうのがありますので、ちょっとお店の人に聞いてこれを的にする、もしくは段ボールを的にする形で遊ばせてあげてください。あとはゴム風船で割ろうっていう方いらっしゃいますよね。それはそれでも面白いんですけれども、ゴム風船でもしチャレンジするのであればこういったやり方もあります。吹き矢の矢にサンドペーパー、なるべく粗い木製のハンドペーパー、だいたい番数と100番ぐらいかな、100番ぐらいのサンドペーパーを巻きつけて、これを吹き矢の矢にすることででもゴム風船割ることができます。ですからこういった竹串とか金属製針、あとさっき言いましたけど爪楊枝でもいいんですけど、ゴム風船で割るときはできたらこういったサンドペーパー的にして、ごめんなさい、矢にして使うようにしてください。で、ゴム風船をセットする場合は
膨らましますね。膨らんだらこっち吹き口、空気の吹き口だと思う、こっち先です。セットする側は膨らんだこの横の部分、横の部分を板につけてセットします。吹き口を板につけて一番硬いところをセットするんじゃなくて、風船の吹き口が真横に見える感じ、風船を横にする感じでセットすると、ここが風船的に一番弱いんで、サンドペーパーでも楽に割ることができます。ゆっとこんな形でですね、まあ、身近なものでも、隠し武器を作ることができる。これ、どういったことに使えるかなっていうのを、またちょっといろいろ科学的に考えながら、まあ、受講者なり何なりやらせてみると、面白い講座になるんじゃないでしょうか。ではまたの機会にまたよろしくお願いします。電話来ちゃいましたね。ごめんなさいね。